私が免疫力を高めるために心がけていること、うん、それをちょっとお伝えしてもいいでしょうか。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。プロの立場から、実は私は半年前にがんっていう病気になってしまったんですけれども、うん、で今は風邪にもかからず毎日元気に生活しています。うん、病気をされて気づかれたってことも結構あるんですか。そうですね、発見してくれた、それのその習慣があったおかげでちょっと命拾いしたんですよ。ほう、ちょっとそれを教えてもらっていいですか。はい、3つなんですけど、はい、まず第1つ目のポイントなんですけど、体を温めるということです。朝と晩に一杯ずつの白湯を飲むことです。白湯、お白湯ってお水を温かくしたものじゃないですか。はい、はい、飲むことでやっぱり内臓ももちろん温まるんですよね。入っていくことで内臓も温まる、うん、で病気になった時に私今ちょっと体の調子おかしいかなって異変に気づいたのが、うん、いつも飲んでる白湯の味と感じ方が違う。どういう風に感じたんですか。コンディションがいい時は、うん、割と甘みがあったり、はい、普通だったらあまり味とか変化を感じないんですけど、体の中に毒素がある時、異変がある時、うん、飲むと苦みを感じるんです。そうなんだ。なんか口の中を変な感じする。お腹も飲んだことで反応があったんですね。いつもだったらスーッと入っていくのに、はい、変だな、あったまらないしお腹痛いな。そのある日を境に、うん、やっぱりガタンと気が落ちまして、うん、で病院で診察を受けたら、なんとなんと病気が見つかってしまったんです。多分その自分の体に向き合うっていうことを日々習慣でしていなかったら気づかないでそのまま倒れていた可能性があるんですよ。だから本当に冷えは万病のもとって言われるぐらいなので、本当に体は冷やさない方がいいですね。だからお腹を大事にしてあげるっていうのが大事です。なるほど、はい、内臓を冷やさないぞみたいな感じですかね。そうですね、まあ、詳しく話しているのがあるのでよかったらそちらを見ていただけたらと思います。だいぶ動画があるんですね。じゃあそれじゃあ説明欄に入れときますか。次に2つ目なんですけど、そうですね、はい、旬の野菜や果物を積極的に摂る。ほう、特にみかんとイチゴって旬のもちろん果物で、うん、ビタミン C がすごく多く含まれてるんです。でやっぱり水分も入ってるので冷たくしないでできれば常温のもの、うん、で食べることで体に水分もビタミンも補ってくれます。風邪とか、まあ、病気で免疫力が下がった時に食べるとやっぱ回復力が違うんですね。肌とかもやっぱ病気をすると荒れたりとか、うんうんうん、顔色も悪くなったりするんですよ、うん、確かに。でも果物を食べることで肌質も良くなって、あーすごいわかります。そうなんです、血行も良くなるんです。で余計な水分も出してくれるので、うん、そのむくみとかになった時に、うん、利尿作用で尿として出してくれるので、うんうん、体の気だるさも取ってくれます。なるほど。昔からの言葉でしんどくにって言うじゃないですか。はい、その土、その土地の土でできたものを食べるのが究極の健康法だよっていう、あれですよね、簡単に言うと。
そうですね、うんうん、むちゃくちゃこれは究極の原理原則ですよね、健康の。そうなんです、やっぱそこに行き着くんですね。でまた旬の食材がなぜいいかっていうと、うん、やっぱりその時の体に必要なものを補ってくれる食材がたくさんあるんですね、うん、夏だったらやっぱり暑くなって体がほてって水分が出たり、うん、汗も出たりして失われがちのミネラルとかビタミンがあると思うんですけど、うん、はい、その野菜と果物は補ってくれる役割があります。特にビタミンとかカリウム、うんうん、水体の調節をしてくれるカリウムも多いので、夏だとスイカとかとトマトとかカラーピーマンとか、うん、色の濃い野菜も出てきますよね。はい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 、これはやっぱりその体に必要な肌とか紫外線でダメージを受けた肌とかを守るビタミンとかも豊富なんですよ。あと体力が落ちたり疲れた時にそのビタミン類も豊富なんです。じゃあその自然の摂理に沿った食べ方、うん、それに逆らわないっていうのが一番大事だってことですね。そうですね、一年中やっぱり今スーパーでもお野菜果物出回ってるんですけど、うんうんうん、例えばやっぱりその旬のものを食べた方が栄養も高いですし値段的にも安い。確かに。そして美味しいので間違いない。おすすめです。完璧です。じゃあ最後に3つ目なんです、うん、最後3つ目、腸内環境を良くしてくれる食べ物を取ってください。なるほど、腸内環境、腸内環境良くするものって思い浮かぶものとしたら何ですかね。発酵食品。そうですね、発酵食品って呼ばれるヨーグルト、納豆、キムチとかチーズ、うんうん、でもそれ以外にもあって、ほう、蜂蜜とキノコもおすすめなんです。ほう、蜂蜜、キノコ。なぜかというと蜂蜜は腸内環境を良くしてくれる善玉菌っていう菌の餌になってくれるんですよ。善玉菌、うんうんうん、だから餌があることで善玉菌はビフィスス菌っていうんですけど、うんうん、それをパクパク食べて仲間をいっぱい増やして腸内環境を良くしてくれるんですよ。悪い悪玉菌を殺してくれる。なるほど、そういう役割があるんです。うーん、でキノコ類、なんでキノコなのかなっていうと、うん、先ほどお話しした中にもあったんですけど、骨を強くしてくれるビタミン D ある。他に食物繊維の中にベータグルカンっていう体にいいって言われて、うん、そうなんです、高めてくれるんじゃないかって期待されてる栄養素です。その3つを私は心がけて免疫力を高めるために食べております。まず1つ目、体を温める、朝晩の茶湯を飲むこと。2つ目、旬の食材を積極的に摂ることです。お野菜や果物です。3つ目、腸内環境を良くしてくれる食材を摂ることです、うん、発酵食品や蜂蜜やキノコ。なるほど、この3つを私は心がけて積極的に食べることで元気な体を今維持しています。なるほど、佐藤先生、例え方がすごく上手で面白いです。ありがとうございます。